はい、ディスプレイオーディオと、あと、この下のところですね。アクセサリーコンセントがあるんですよね。まあ、これを使います。ディスプレイオーディオから引っ張ってきた HDMI ケーブルにですね、この Amazon スティックを取り付けてみます。あとですね、100均で買ってきたこのアクセサリーソケットに差し込む USB の、タイプ A のですね、コネクターと、あとこの Wi-Fi ルーターを利用します。車内にね、放置するんで、まあ、バッテリーのついてない Wi-Fi ルーターの方がいいかなと個人的には思ってます。あとですね、純正のですね、まあ、USB タイプ A の、まあ、電源コネクターがあると便利かなと思ってですね、ちょっとは割高なんですけど、まあディーラーオプションでこれ取り付けてます。通信用のですね、Wi-Fi ルーターを、ここに取り付けてます。そしてですね、こちら HDMI ケーブルの先にちょっと分かりづらいですけど Amazon スティックを追加しました。で、Amazon スティックで、ついでにですね、100均とかで売ってるこの USB の、この電源ですね、カプラーにくっつけられるやつ、ここから Amazon の方に供給電源してます。まあね、ここつけたところ、まあ、USB タイプ A つけたところは一応この Wi-Fi ルーターをつけてるという形になります。で、画面の、この HDMI、 これを選べばこういう形で Amazon スティックの情報が出てくると。で、押せば、あ、押してもダメですね、Amazon のリモコンで操作します。 Amazon のリモコンで押せば普通に、広告も来ちゃいましたね。はい、広告も来ちゃいますね。こういう形で、まあ、Amazon スティックからの情報を HDMI ケーブルで、で、このディスプレイオーディオに見せることができると。うん。まあ、デリカミニの車内で、普通に Amazon が見れるという形になります。ちなみに音量はこちらの方で、大きくしたり小さくしたりできます。さすがにチャンネルは飛ばせられないですよね。チャンネルは無効ですね、やっぱり。まあ音量は調節できると。まああとはだから Amazon の、リモコンを使ってやるしかないですね。まあだから、あと設置をどういうふうにきれいにするかですよね。まあ、ディスプレイオーディオと、ディーラーオプションで取り付けた USB-A のコネクターはですね、エンジン止めると、電源がダウンになるんですが、このアクセサリーソケットの方は ACC 対応ということですぐには切れません。ですね、ACC 状態を停止するにはですね、ACC 状態のまんま約13分経過した時か、まあ、ドアを施錠して約3分経過した時に止まるそうです。ですので、それまでの間は、まあ、電源が入ったまんまになってしまうということになります。バッテリー上がりにちょっと注意ですね。まあ、それ以外にもですね、アクセサリーソケットとか ACC の注意事項あるので、まあ、わかんないところは取説を見てしっかり確認した方がいいかなと思います。